千葉賢治は、日本の政治家。宮城県元、栗原市長。元、栗原市議会議員。宮城県栗原市出身。祖父の千葉明雄も父の千葉特保もそれぞれ、月立町の町長を務めた。月立町立月立中学校卒業。1975年3月、宮城県月立高等学校卒業。1980年3月、 国学院大学法学部卒業。銀行に勤務。2009年、栗原市議会議員に初当選。2013年2月に市議を辞任。同年4月21日に行われた市長選挙に立候補するも、現職の佐藤勇に敗れる。当日有権者数、62,535人、最終投票率。 72.67%2016 年11月、任期満了に伴う市長選に再び立候補する意思を固める。2017年の市長選挙は佐藤勲市長から後継指名された前副市長の佐藤聡氏との一騎打ちとなった。千葉と佐藤は月立中学校、月立高校の元同級生であったため、地区住民ら地盤が重なる選挙戦となった。 自民党は、市内旧支部で両者の支持がき行抗したため、党県連は自主投票とすることを決めた。4月23日に投票が行われ、千葉が42票差の激戦を制止初当選を果たした。当日有権者数6万234人最終、投票率70.13%再選を目指したが前回僅差で下した佐藤里氏に敗れ落選した。 当日有権者数56,611人、最終投票率68.74%。ありがとうございます。